血圧値のデータの正確性です。初回登録時の、これは患者さんが最初にこのスタジオに入ったときの初回の登録時の血圧について調べました。最終統計用データと大学保有データ671名の比較において、収縮期血圧が不一致、一致しなかったものが86件、12.8% の数に見られました。理系ハートスタディにおいては、そのイベントがどう起こるかというのを見る過程において、血圧値に2群間で差がないということが、一番まあ一つ大事なことでありますので、最終用統計群ではそれが全く差がないという表を出しているわけです。ところが実際、われわれも持っている正しいであろうと思われるデータを見ますと、6ヶ月と12ヶ月には少し差があるということです。患者データを送付しただけの医師たちには、そもそも自身の患者データ以外のデータにアクセスすることは不可能であったから、医師がデータ操作に関与したことはないと考えられる。本研究のデータ解析をした、解析を担当した大阪市立大学非常勤講師の肩書きを持つノバルティス社員以下 A 社員というは、当調査委員会に対し、データ解析には関与していないと、客観的資料に反する証言をしていることから、この証言は全体的に信用できない。また、患者データの統計解析は、独立解析機関として、大阪市立大学非常勤講師の肩書きを使う A 社員がすべて行った。望月教授らは、これらの統計解析には一切関与しておらず、A 社員から受領した解析結果を所与のものとして受領していた。最も重要な患者データの統計解析を、バルサルタンの販売会社であるノバルティ社の現職社員が身分を明示せずに行うということは、明らかな不公正と言わざるを得ない。患者データの統計解析がすべて A 社員のもとで行われた事実、A 社員のもとで作成した表図がそのまま論文中に掲載されている事実に照らし、これらの記述は事実に反することは明白である。ランセット論文は不実記載、一字をもってすでに科学論文としての価値はないと言っても過言ではなく、そのような不実記載をした望月教授の責任は極めて重いと判断いたしました。